マリクーラ綺麗だー。マリクーラ綺麗だー。マリクーラ綺麗だから許しないからや。ねぐー。おい。皆さんこんにちは。レモンティー田中です。誰だよ。マイクラデータ消えました。何してんだよ。ということで新しい企画を発表します。それがこちら。池の水全部抜く。やらねえよ。ではさようなら。おい、何を割ろうとしてんだよ。だってやることないもん。モンハンしたいんですけど。マイクラやれ。できないよ、僕そんなこと。おい。I like Minecraft。 なんで英語なんだよ。 Speaking English。 それなんて意味。わかんねえのかよ。中の人の予測では英語を喋れって意味なんですけど。おそ。さあどうでしょう。ということで今回はマインクラフトをします。当たり前だろ。今回は縛りを設けます。それがこちら。池の水全部抜く。うぜえな。3マス縛りをしたいと思います。なんだそれ。説明したくないけどしよう。3マス縛りとはこういうことである。わかんねえわ。つまり横3マス分前後しか進めない縛りである。無理だろ。とりあえず方向は今向いてる方向にします。途中でずれそうだけどな。とりあえず拠点を作る兵器を探します。そっちかよ。こういう山岳地帯もブロックを積み重ねていかないといけないのです。めんどくさ。おい、とりあえずこの下の平地に家を建てましょうかね。今豚がいたところだな。ここから飛び込み行けるかな。やめとけ。やります。やめとけ。天皇陛下万歳。復活しました。たのかよ。まあ復活したもののやることないんですけどね。ないのかよ。とりあえず北海道から沖縄までドミノ倒ししますか。嫌だわ。池の水。うぜえな。まあとりあえず黄昏の森とか言っとけばいいんじゃね。青森県。耳ついてる。まあ黄昏の森とか言ったところでやることないんですけどね。やることないというかやる気がないんですよ。やめちまえ。おい、画面の前の皆さん、私にやる気をください。あげなくていいです。高評価するとやる気出ます。だねえな。ここで豆知識ですが、高評価の評の音弁を取ると高評価になるんですよ。知らねえよ。覚えておこう。あれなんだあれ、持ち巾着。ちげえだろ。バレンタインだからこういうテクスチャになってんじゃね。雨が降ってきたんでベッドで休みました。とりあえず青森県に行ってきます。黄昏の森な。は？黄昏の森にやってきました。ちげえだろ。何マリオしてんだよ。今回はボムキングを倒します。マイクラやれ。マイクラはめんどくさいのでやりません。やめちまえ。目の前に大砲があるので一気にぶっ飛びたいと思います。字幕うぜえな。うぜえな。お邪魔しまーす。早くしろ。いけー。ということでこの塔を攻略していきます。今のマリオいらねえだろ。黄色色のバリア的なのがあったんですが、なぜかなくなってますね。知らねえよ。無数にゾンビが出てきますね。これぞまさに一応せいか。は？とりあえず上に登っていきますか。あそこにスポナーがあるので壊しに行きたいと思います。めんどくせえけど。やめちまえ。壊しました。攻略完了です。頂上まで行け。マリサうるさいです。おい、こんなに矢が刺さって、やーねえ。ちょっと待って、やばいんですけど。死にたくない。やられた。あー、まったく死んじゃったよ。このままじゃまた殺される。あ、そうだ、メロンソーダ。うぜえな。ピースフルモードにすれば安全にアイテム回収できる。これを逆再生するとするな。ウリヘルシアフメヤインネザアーベルシノボムルフヒーナネエルアーボスノレムアーボス。あ、ということでピースフルにします。今のいらねえだろ。これで安全にアイテムを回収することができますね。黙れ。ちょっと待てー。ピースフルにしたってことはボスがちら。ということで攻略完了でございます。一番やっちゃいけないことをやったな。まあこれもまたゆっくり計算のやる気につながりますね。関係ねえだろ。ということで終わり。は？まあまあたまにはこういう短い動画もいいんじゃないでしょうか。まあそれはお前が決めろ。寝るな。まあまた何かやってほしいことがありましたらコメントしてくださると嬉しいです。どんくらい嬉しいかというとこんくらい嬉しいです。わかりづら。寝るな。あと投稿ペースに関してですが、あんまり早くはできないので本当にすいません。何してんだよ。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。お会いできるかわかりませんけどね。できるだろ。